ミサイル実験艦のオトンサウンドより放たれるスカイフック気球スカイフック気球とはアメリカ海軍の海軍研究本部によって1940年代後半から1950年代にかけて大気の研究特に高高度における気象観測に使用された無人気球である開発は後に無人気球の設計開発者として名を残す航空エンジニアのオットーウィンゼンが担当した 観測の実績が上がるにつれ、この気球は、製造圏における、長期間観測のために、最適の運搬手段とみなされるようになった。チェレンコフ検出機などの各種機器が搭載され、高度に専門的な情報と写真を研究者に提供した。1948年、スカイフック気球は、陽こと電子に加え、電子をなくした高エネルギーの原子核を含む、 宇宙船の観測に利用された。次期赤道における宇宙船研究を目的としたチャーチー計画の一環として1953年9月、プラスチック製スカイフック気球13機が成層圏へ発射された。高度数万メートル以上に達する飛行の期間、気球は摂取80度という温度にさらされた。1957年8月19日、スカイフック気球は 太陽研究を目的としたストラトスコープ計画に投入された。主な搭載機器は研究者が操作できる特別な光、感知型指示装置付きの12インチ望遠鏡と画像を地上の学者に送るカメラであった。それは初めての気球搭載望遠鏡である。これらの機器の活用により、観測ではそれまで撮影された太陽の写真では、 最も鮮明なものを400枚以上提供でき、太陽黒点の強い磁場で観察される動きについて、科学者に多くの知見を与えた。スカイフック気球は、その高高度性能を買われて、ソ連への高高度航空偵察、及び高高度航空進行のための航空の基準、気象データの収集にも用いられていたが、詳細は、機密のままである。 トーマス・マンテル・隊員が UFO を戦闘機で追撃、その後追試した、いわゆるマンテル・隊員事件について、隊員はスカイフック気球を UFO と見間違え、酸素マスクをつけないまま高高度に上昇してしまい、意識を失い墜落したという説明がある。事件当時スカイフック気球は海軍の機密事故であったため、存在すらを知らない、米空軍にとっては文字通りの意味での、 未確認飛行物体であった。ありがとうございます。